YouTube でライトトゥライト、エクササイズ11、花です。この動画はこの本の書くためのエクササイズを私が実際にやってみて解説レポートしていく動画です。はい、では今日の内容はこちらになります。11、体験の価値。体験を大切にする。誇りに思うこと50リスト、はい、ということについてお話ししたいと思います。はい、では早速、11番目の項目ですね、体験の価値というところのエクササイズを読みたいと思います。60ページです。書くことは自分を慈しむ行為である。心の奥深く響くテーマだと最も深く幸せに書けるものだ。あなたはどんな価値観を持っているか。1時間とって喫茶店や図書館など心地よく書ける場所に行く。そしてあなたが誇りに思っていることを50、小さなことから大きなことまでリストにする。禁酒したこと、結婚記念日を覚えていること、パイの皮を上手に焼けることなど何でもいい。翌週はこのリストを何回か見直す。あなたはどんな価値観を持っているか。大胆さ、思いやり、肉体的な冒険、知的な冒険、独創性の発揮、内省の時間など。あなたは何に価値を置いているか。どんな体験を大切にしているか分かれば、自分が何をしたいかだけでなく何について書きたいのかを知る手がかりになる、というエクササイズになっています。はい、ここですね、日本語版だと例が3つしか載ってなかったんですけれども、実はここもですね、原書を見ましたら例がね10個まで載ってましたので、訳せたところだけご紹介したいと思います。ジュリアさんの誇りに思うことリストです。例えばですね、ニューヨークに引っ越したこと、ワンアクトプレイ、これ一人芝居のことかなと思うんですけれども、一人芝居を書いた。私の母との関係、私のニュースレターのデザイン、それから10ポンド落としてキープしている。で、これは多分ダイエットに成功したっていうことかなと思います。はい、なんか適当に訳してるので違ってたら教えてください。はい、こんなのがねジュリアさんの例として載ってましたのでご参考になさってください。はい、ではですね、本文のちょっとポイントかなって思うところを読みたいと思います。例えば58ページですね。大切なのは小さな自分と大きな自分の両方を保つことだ。それから60ページ、自分の体験を大切にすることはナルシシズムでも自分にかまけることでもない、とあります。はい、この項目はですね、要は私たちってすごくね、自分のことをなんか卑下してしまったりとか、なんか必要以上にね謙遜というか、なんか私そんな別に才能とかもないし、そんな大したこともやってきてないし、何もできないし、なんか全然大した人じゃないんですみたいな、なんかそういう自己認識の人って結構多いんじゃないかと思うんですけれども、実はなんか そうでもなくて、意外とねいろんなことをやってきていて、でなんか意外とねすごくねいろんなことができたりとか、はい、なんかねすごく魅力的な人だったりすると思うんですけれども、なんかねそういうことがね自分でも見えてなかったりっていうことがねよくあると思うので、そういう時にですねこのエクササイズをやると、なんか結構意外と私いろんなことをやってきたんだみたいな感じでね、自信につながったりとか、あとは本当にねその自分の体験してきたことの価値が分かって、そしてそれを大切にできるようになる、そしてそれをネタにもね題材にも使えるようになるっていうようなねことかと思います。ではねちょっと私もやってみたのでご紹介してみたいと思います。ちょっとね、私は結構1時間もかからずにねまたスラスラっと出たんですけれども、でこれもねちょっとコツなんですけれども、ね、私結構こういうリスト系、リストアップ系の課題なんかスラスラ出て得意だなっていうことに気がついて、でそれなんでかなって言ったら、やっぱりねモーニングページをすごく私長年書いてきてますので、なんかね書き出し系の課題割と抵抗なくスラスラできるんですよね。でもねあんまり書き出すことにそもそも慣れてない方って、なんかリストアップ系の課題ってねなんか途中で詰まっちゃったりとか、50個とか100個とかできないで出ないよみたいなね方もいるんじゃないかと思うんですけれども、なんか本当にね書いてるうちにだんだんポロポロ出てくるようになるかと思いますので、はい、そんなわけでね私は結構ねすぐ50個書くことができました。ちらっと見せしますね、ちらりこんな感じで、後でねノートに全部載せとこうかと思うんですけれども、まあ、この YouTube ではね、はい、ちょっと時間の関係でいくつか、抜粋してご紹介したいと思います。私の、誇りに思うことリストです。例えばですね、息子を産んだこと、アーティストウェイを13年続けている、モーニングページをやめずに続けている、ジュリアに会いにニューヨークに行った、
Zoom のイベントのホスト、サポートができる、背泳ぎができる、絵を教えることができる、ブログを4年間毎日更新していること、YouTube も毎日更新を達成したこと、はい、なんていうのが出てきました、はい、でやってみるとですね、やっぱりなんか、あ、私いろいろなことすごいできて、なんかすごい人だなみたいな、なんかかっこいい人だなみたいな感じに自分で自分のことを思ったりとか、あとね、なんか意外とっていうか、すごいなんかすごい好みのことばっかりやってるから、なんか私この人好みだなみたいな、なんか素敵な人だなみたいな風にね、自分のことを思ったりして、はい、なんかね、面白いというかね、嬉しい感じのね、はい、課題でした、はい、ぜひ皆様もですね、やってみていただけると何かね、楽しくなるんじゃないかと思いますので、お試しください。はい、今日はこのくらいにしておきます。何かお役に立ちましたら幸いです。ではチャンネル登録はこちら。ではまた。